こんにちは、フリップジャパンの、藤井圭史です。またお会いできて光栄です。今日も、前回に引き続き、自分らしさの原点である、人間らしさということについて一緒に考えたいと思います。まず一つのことを質問させてください。あなたは、商品と、作品との違いをですね、どのように考えておられるでしょうか。少し考えてみてください。私はですね、商品は傷があったり何かこの問題があるとですね、欠陥品として扱われて処分されたりしてしまいます。しかし作者が愛情を込めて作った作品といわれるものは、その傷さえも味になったり、そして少々古くなったとしても作者にとって、またその作品を持っている人にとって大切にされる、そのような違いがあると思います。実は私たちは本来、商品ではなくて、作品として作られているんですね。人間らしさの一つの要素は、私たちは商品ではなく作品として作られている、まさに唯一無二のオンリーワンの存在、私は、そのように考えます。しかしですね、ともすれば私たちはまるで自分が商品であるかのような、そのような生き方になってしまっていないか、そんなこともですね、時として考えてしまいます。あなたはいかがでしょうか。作品のような人生を送られているでしょうか。それとも何ができるかできないか、どんな、力があるかないか、そういうことで計られてしまうような商品のような人生になっていることがないでしょうか。今日皆さんと確認したいことは、私たちは作品、しかも最高の傑作品として作られている、それが人間らしさであるということなんですね。英語でも人はヒューマンビーイングであって、ヒューマンドゥーイングではありません。何ができるかできないかがあなたの人生を決めるということはありません。今日一日、あなたが作品として生き生きとあなたらしい人生を過ごされることを心から願っています。またお会いいたしましょう。